まあ、今回も自分の演技をしっかりやった後にそこは気にする部分だと思うので、まあ、特に気にはしてないです。今回はやはり9連覇というのがかかってますが、その辺はいかがですか？まあ、全日本の時もそうですけど、まあ、過去のいろんな試合もそうですけど、まあ、特に結果を意識してやってきたわけではないので、まあ、今回も自分の演技をしっかりやった後にそこは気にする部分だと思うので、まあ、特に気にはしてないです。まあ、平行棒の難易度を下げたことで、まあ、全体のバランスもまあすごく良くなったのかなと思っているので、まあ、全体的な安定感、難易度を下げたことによる体力の余裕も出てきたので、まあ、着地の余裕というところもまあ見てほしいなと思っています。まあ、世界選手権の代表選考、国内選考会ということで、もちろん、世界選手権のまずは個人総合枠を、狙ってやっていきたいと思っています。普段からの練習もそんなに落とすことも、調子が悪くなることもなかったので、全日本からさらにこう質を上げた練習が結構できていたので、今のところ不安なく、昨日の会場練習も終えたので、まあとにかく今回は、まあ、ミスとか気にせずに思い切ってやることだけをメインに頑張りたいなと思ってます。